では始めさせていただきます。福島の真実と内部被爆という題でですね、まずですね、私の経歴を紹介して、どうしてここで私がこんなことをお話ししているのかね、ちょっとまずご紹介していきます。私は広島の生まれなんですね。母の実家が広島で、一人っ子で一人娘だったので、非常に可愛がられてですね、毎夏休み、春休み、冬休みは必ず実家に帰ってましたね。で 毎年の8月6日のこのうーっていう原爆投下の時のですね、やつがかなり記憶に残ってますし、なんかちょっと悪いですね、すいません、かなり記憶に残ってます。宮崎の、で育ちは宮崎なんですね。で最初ですね、現役の時は阪大の医学部を受けてたんですけど、まあ、滑ってしまっていろいろあって、結局、1年東京で浪人した後に東京大学の方に理科一類の方に入学しました。で東大工学部の精密機械科工学科を卒業して、1988年っていうとですね、今ではバブルってみんなわかるんですけど、当時は円高不況って言われてたんですね。だから不況でどこに就職、まあもちろん就職先はあったんですよ。だけどちょっとですね、ちょっとこれなんか大きいよね。あ、こっちですか。はいはい。なんか大きいです。あ、このぐらいでいいですかね。はい。あるな。で、この時はですね、ちょうどバブルの絶頂期なんですけど、円高不況って言われて。我々、私工学部だったんですけど、同級生はですね、証券会社とかリクルートとかそういうところに行くやつが多くてですね、教授とかがこのままで日本のものづくりは潰れるっていう話だったんですね。で、円高だったのもあって、まあ、円高で不況にならないところっていうと、まあ、国内の企業であればね関係ないので、 JR 東日本とかですね、あと東京ガスとかを考えて、で結局東電にしました。この時のですね、就職活動というのはどういうのを就職活動でいうかというと、今の学生さんはおられないような感じがしますけど、今はもうできるだけ企業に回って内定をもらうっていう、もう大変な時代なんですけど、この時代はですね、非常にいい時代で、私就職活動したのは4年の8月か5月なんですね。で電話して、ちょっと遅いよ君と言われながら先輩に会ってですね、東大ので、ぜひ来てくれって言って、みんなご馳走してくれるんですよ。私一人で向こう3人ぐらい来てくれてね。でどこを選ぶかっていうのが就職活動、当時はね、今からすると夢のような感じと。で東電の先輩も来たんですけど、全然やる気がなくて、確かですね、お昼ご飯だけご馳走してくれただけです。非常に耳っちかったんですね。でもこれだけ耳っちいっていうことはやっぱり美味しいから行くんだろうと、まあ、自信の表れだなと好意に解釈してですね、で原子力をしようというふうに、まあ私は機械工学科だったので、機械工学科で電力に入ると火力か水力か原子力、どの3つのうち1つ選ばないといけなかったんです。で先輩も原子力にも行ってたせいもあって、ちょっと怖いのもあったんですけど、まあどうせやるならね、原子力やった方がいいだろうと思って原子力を希望して、福島第二原子力を、ね、配属になりました。で今回事故を起こしたのは福島第一原子力発電所の方で、第一原子力発電所は15人ぐらい、第二原子力発電所は10人ぐらい、で柏崎刈羽というのは多分15人か20人ぐらい配属になったと思うんですけど、まあこじんまりとしてね、いい発電所だったと思います。で中でいろいろあって結構お世話になってですね、まあ最後の方は嫌になってましたけど、でもまあそんなに上司とかは恵まれてたと思います。でもうこのまま福島で終わりかなと思ったらですね、ちょうど5年ぐらい経った時に本店の原子力技術科の安全グループというところに配属になりました。でこの時のですね、上司が、事故当時の副社長だった武藤というなんか副社長だったんですけど、それとあと現在第一原子力発電所の所長をしている高橋武っていうのがいるんですけど、その人が副長だったんです。だから私で、あと何人いたかといったら、その2人とですね、あと担当者が1名と私1名で、計、まあ、副長担当者2名、3人だけでですね、全原発の安全関係をやってました。で1995年の阪神大震災とオウム真理教の事件の時、まあ、30歳ぐらいだったんですけど、まあ、阪神大震災が起きてね、とんでもない地震だったんです。でボロボロになったんですけど、
まあ、原発は大丈夫かという話が当然この、ね、大震災でも大丈夫かという話が出てきたので大丈夫ですよという資料を作らされたんですけど、最初に通産の役に、通産省当時はね、役人が来て電力を全部集めた時に言った言葉は、この地震では何にも新しい知見はなかったと、そういうふうな資料を作れた、だから当然安全ということを言えという話で資料を作って安全というのを作りました。で関西電力の、ね、当時の上司、取締役かなんかは阪神大震災直接受けてるわけですけど、ガソリンスタンドが、ね、壊れてないんだから原発も大丈夫だろうというようなことを平気で、ね、発言するんです、関電はね。関電なんか、私東電いましたけどね、関電なんかとんでもないんですよ、東電よりね、はるかに質は悪いんです、まあ、こんなこと言って怒られるというかね。でオウム真理教事件が3月にあったんですけど、この時サリンをね作ったのが第6サティアンっていうところだったんですけど、本店の原子力原子力グループっていうのもちょうど6階にあってね、自分たちで我々も第6サティアンと変わんねえよなっていう話を、ね、してたんです。でその年辞めました。9月か10月にあった。でその後東大医学部に、熊谷医学部に入って第二内科、血液腫瘍内科、だから白血病とかですね、リンパ腫とか一応研修医の時にやってるんですね、がん関係はね。で今現在は熊本市で開業しています。まあ、自己紹介を終わりで本日の内容なんですけど、原発の原理ね、電力が推進する本当の理由、長野北、金のかかってね、とんでもないのやってる。で福島事故の水位と放射能汚染、あと放射能の影響と思われる奇形動植物がもう熊本市でも見られているので、それを紹介して、あと内部被曝とその影響ね。で、まあ、これが一番大事だと思うんです。これから何をどうしたらいいかね、我々はね、お話しします。まず原子力発電所の原理なんですけども、原子力発電所っていうと非常にね、なんかもう原子力っていうとただもうなんか意味はわからないけどものすごく怖いっていう、怖くて高度な発電をしていると思ってる人がいるかもしれませんけど、原子力発電所は基本的には原子力という熱エネルギーで水を沸かしてね、お湯を沸かしてタービンという羽根車を回してで発電してるだけなんです。だから簡単に言うと湯沸かし器、まあ SL ですね、 SL と同じなんです。でここは蒸気でしょ、で戻すのは水なので、その間冷やしてあげないといけないので冷却水っていうのがいるんです。で冷却水っていうのは日本は大きな河川がないものだから必ずね海水を使うんです。で54基の原発が日本にありますけど、これは全て海岸べりにひっついてます、どこもね。だから津波にどこも弱いんですよ、福島だけじゃないんですよね。で羽根車を回してそれで発電機を回して発電する。だからここの原子力の部分が石油にね、石油でお湯を沸かしたら火力発電所になるわけです。LNG、 液化天然ガスでしたら LNG、 でもここは一緒なんですね。でここが原子力か火力か LNG か石炭かによって変わるだけだ、原理は全部一緒なんです。で核分裂反応というのでエネルギーを起こすんですけど、どういうものかというと、まあ、ここはウラン230を代表的に取ってますけど、中性子がボンと当たってね、当たるとこれが不安定になるので分裂するんです。だから核分裂というんですね、核が分裂するから核分裂。で核分裂するときにエネルギーが出て、これが熱エネルギーと変わってさっきのように蒸気を作るんですけど、その副産物としてね、核分裂生成物っていうのができるんです。だから核が2つに割れてるので、ちょうど割れると2つできるんですね、これね。で1つがねセシウムの137であって、これ235でしょ。だから137ができたら200、ちょっと難しいですけどね、235から137引くと90ぐらいなんで、ストロンチウム90あたりも必ず出てるんですよ。で核分裂生成物は放射能を全部持つんですね。で全部持つから怖いんです。だから割れてエネルギーが出て2つの物質ができるだけならいいんですけど、エネルギーが出ると同時に2つの放射能が出てくるんですね。これが非常に大事なところ。ゆっくりするのを原発と言って、でドーンって同時にやるのが原爆なんですけど、原理もね、生成物も何もかも同じなんです、原発と原爆はね。だからここがね一番大事なんです。でなんで原子力発電所を電力会社がやるのか、まあいろいろ書いてエネルギーのセキュリティとか言いますけど、よく一番言われるのはね、発電のコストが安いんですよと、原子力発電所はね、だからやってるんですよって言うんですけど、本当は違うんです。これね、一般会社の場合は利益、まあ一般会社でもまあ女性の方多いようなので、家庭の貯金でもいいんですけど、貯金を増やすにはどうしたらいいかって言ったら、ご主人の、ね、収入から必要経費を引いた分が当然
収入になりますよね、貯金になりますよね。だから貯金を増やそうと思ったら旦那に鞭叩いてこういっぱいね月給稼いできてもらうか、それとも食費とかね旅行を切り詰めて貯金を増やすか、まあどちらかしかないんですよ。ところがね、電力会社はこういう、まあ、普通の会社と全然違ってね、利益っていうのが必要経費かかったお金に 3% 取ったら利益として取っていいですよっていうのが総括原理方式。だから必要経費を増やせば増やすほど高くなるんですけど、なかなかこれがピンと来られない方多いので、ね、ちょっと簡単な説明をつけて、総括原価方式っていうのは 3% のポイントカードだと思ってます。ポイントカードありますね、お買い物したらね 1% なり 3% のポイントがついて、でそれが自分のへそくりになるんですね。でここにね焼き魚定食とフランス料理のフルコースがあったとしましょう。でご主人のね給与で食べるときはフランス料理のフルコースなんか取ったらもう、ね、10日もすればつからかかになってしまうからね、当然焼き魚定食を食べるわけですよ、ね、で 3% のポイントは貯まるけど無駄遣いしたら何もならないでしょ、へそくりが貯まってもしょうがないからね。でこれが普通の会社なの。ところがね電力会社っていうのはこの 3% のポイントカードは一緒なんですけど、支払い者がね自分の金じゃないんです、人の金なんです。だから例えば義父母がねお父さんお母さんがこうたまにやってきて、お前何でも好きなもの食べていいよって言われたらですよ、500円の定食食べて 3% のポイントカードポイントを貯めるよりね、へそくりになるのがフランス料理の 1万円のやつを食べるでしょ、そうこっち食べると300円でね、こっち食べると1円50銭ぐらいしかならない。そうするとフランス料理のフルコース頼むとポイントがどんどん増えていくわけで、この状態でね例えばビールを何頼もうというと、自腹の場合はどうするかというと、発泡酒かね何かを頼んでね、あなた自分の稼ぎ考えたら発泡酒でしょっていう話に、あらどうでないね、ああなんかこれがそうじゃないんですかね、ああ優先のやつが面白かったら、だから発泡酒にするわけですね。でこれところがね、お母さんが払ってもらうというとね急に変わるんですね、態度がね。発泡酒じゃなくてねワインかなんかするでしょ、ワインにした方が儲かるからね、 3% のねポイントから。ちょっとごめんなさいね、マイクの調子が悪いのでちょっと優先、あこっちの方が、あこれが優先、はい、あら伸びます、はいすいません。だからねこういうね人の金でね暮らしてるのが電力会社、だからこれを認めてあげれば使えば使うほどへそくりが増えるんですね。だからもうとんでもない、だから原発も火力発電所と原発をね比較すると原発の方が高いんです。だって原発の方が高いから高いほど儲かるからね、そういうことやってる。ちょっと外れてますけどね、だから原子力発電所と火力発電所、もしね原子力発電所の方が本当に安いんであれば我々消費者がねどんどん発電してくださいって言うはずなんです、 安いんだからね。でも今どういう状況になってるかって言ったら、産業界が全部原発原発でしょ、我々全部反対でしょ、だからね安いはずがないの、産業界が儲かるから。だからフランス料理のフルコース頼んでたらね、産業界ですよ、肉売ってるところとかね食器のところ、これなんか食器なんか1枚しか売れないのね、この高いことしたら5枚も売れるわけでしょ。だからね原発の方が高いんですよ。ちょっとねスライド外してますけど、でもう一つね、これもこの人、まあ、ご存知、地震では設備破壊は起きていないから、津波が原因になったともうみんなで言ってるんですこれね。でもねこれが一番嘘なんですこれね。民間事故調査委員会の報告書では、福島第一原発作業員の報告書でね、証言として生蒸気だと、水蒸気系が壊れている、もうこの原発は終わったな、東電は終わりだっていうような発言があるんですよ。でこれはどうしてかというと、水蒸気系っていうのはね、このここは原子炉なんですけど、これが原子炉建屋ね、原子炉から直接出てるのを水蒸気って言うんです。だから津波っていうのはこの辺でしょ、いくらあってもね、だからここが壊れるって言ったらね、津波では壊れないんですよ。津波では壊れなかったって言ったらもう地震しかないんですね。でなんで地震で壊れたか、これ等辺量線図っていうのを国土地理院が出したやつなんですけど、福島県の水平でね、ここは福島第一原発ね、 2.5 メートル左にずれてるんですね。で垂直ではね50センチの地盤沈下を、だから50センチの地盤沈下を起きて左に東に 2.5 メートル落ちてね、一様に落ちるはずないでしょ。
もうね配管ボロボロなはずなんですよ。で女川原発も調べてみると、女川原発に至ってはね、東に5メートルずれて下に1メートル落ちて、1メートル以上だから女川のところではもう GPS が使えないらしいんだね、道路がずれちゃってね、5メートルも。でね、女川のね、瓦礫を燃やしたところでね、絶対復興できないんですよ、もう地盤ぐちゃぐちゃなんだからね。で1号機の原発をね、台所で考えようっていう話。まあ、まず何が起きたかね、まあ、地震で壊れたのはいいです。でもその後どうなったか知らないといけない。で先ほどですね、原発はお湯沸かし、湯沸かし器というふうにご説明したんですけど、湯沸かし器ということは当然ね、台所、家庭ではどこで湯を沸かすかって言ったら台所ですよね。だから台所で大体説明できる。でここにコンロが、まあ、ガスコンロを使っている方はよくご存じ、ここにオンオフのスイッチがあって、ここに火力調整のつまみがあるんですね。でオンオフするときはこっちで、火力するときはこっちで料理するわけですけど、原発っていう、原子の火っていうのは、まあ、神の火とも言われるんですけど、人間はね、このオンオフのオフのスイッチを持ってないんですよ。火力のね、調整のつまみはできるんですけど、制御ボタン絶対にね、全部オフにすることはできない。だからこのコンロでここのね、火力調整しかないのでずっと料理してると考えれば、大体何が起きるかは想像できるんです。であと非常にね、よく出てきた用語の中にベントっていうのがあったんですね。でベントっていうとなんかよくわからない、カタカナ3文字でね。でもこれ圧力容器鍋と、圧力鍋と考えるとね、圧力容器とも言ってましたけど、圧力鍋と考えると簡単なんです。こうやって蒸気を抜くことがありますよ、これをねベントって言うんです。だから蒸気でシューってやったらベントって言うんですね。だからこういう説明されればね、誰でもわかるんですよ、日常生活でね。でもこれはね、誰も NHK も多分誰も説明 してないはずなんです。というのは NHK の解説者自体が弁当っていうの意味分かってないんですね。だからね、こういう簡単な説明ができない。だからこの操作が弁当だと思ってます。そしたら通常の運転状態はどういうことかといったら、炉心の中にお水がたっぷり入ってるんですね。これはスパゲッティを茹でてるのと同じなんです。でここで火力でね、オンオフできなくても、こういう水がある限り全然怖くないでしょ。これが普通の通常状態なんです。そしてだんだん注水機能の喪失が起きる。だから収束系が破れてね、ここから蒸気出てますけど、そうするとどういうことになるかといったら、さっきのお湯をどこどこ渡してたら、だん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 蒸気減ってきますよね。で減るたびに加えていけばどうでもない、どういうことはないんですけど、だんだん減ってくるとこうひたひたの状態になる、燃料がね。でもひたひたの状態っていうのは、これひたひたって言って料理の方法であるぐらいなので、これも怖くないですね。でもここでも火力が止められないんです。そうするとどうなるかって言ったら、30分後ね、事故発生から30分後するともう溶け出すんです。溶け出すのはどういうことかって、もう水がなくなった状態でブスブスいってる状態ね。これを炉心溶融、メルトダウンって言ったんですね、そしてこの状態からどん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 放っとくと、そこにこびりつくでしょ、ね、黒くなってね、もうこれほとんど鍋として使えないような状況なんですけど、それが約1時間後でここに、そこに焦げついた状態をメルトダウンって言うんですね。でメルトするっていうのはどういうことかって言ったら、この圧力容器の鍋の底が抜けることなんですけど、圧力容器っていうのは15センチの鋼鉄と称してますけど、沸騰水型はですね、必ずもう構造上下から制御箱が入るようになってる。で下から入るっていうことは穴が開いてないと入らないですよね。だからこれ模型なんですけど、こういうふうにね、穴だらけなんですよ。穴の開いたザルなの、穴の開いたザルにね、なんか落ちてきたら抜けるのは当たり前でしょ。だから必ずメルトダウンしたら沸騰水型ではメルトスルーしてるんです、ね、でメルトスルーっていうのはどういうことかって、鍋底から抜けた状態だから、こうやってね、ガスコンロが燃えてたら、こうやってこうコンロの外まで出てきた状態ですね。でそうすると圧力がだんだん上がってくるので、弁当しましょうって言って、最初のうちに弁当ができるかできないかって言ってたのはここなんです。だけどここでね、この火は止められないんだから、弁当したってね、空だけになるだけなんです本当は。だから弁当して圧力を抜いた上に水を入れないといけないんです、海水でもなんでもね。それができなかったわけだから、あの状態で弁当したってね、そんなにね、世の中変わらないんですよ、弁当ができてもね。で自家シナリオ、ちょっとこれはね飛ばさせていただきますけど、あ出ないですね、2008年にもうね、さっきの自己シナリオっていうのはねできてるんですよ。そしてメルトダウン、メルトスルー、メルトアウトって説明してましたけど、どういうことかもう一回復習してみるとね、メルトダウンっていうのが鍋底についた状態ね。でもさっき言ったように鍋底はザルなんだから必ず抜けてるんで、それをメルトスルーって言ってる。だけどメルトスルーしてるんですけど、
さらにね、もう火が止められないんだから、火が止められない状態で鍋をそのまんまにしておいてね、そこで止まるはずはなくて、もう台所どころか家全体がやられてるんですよ。それをねメルトアウトという。だからどうのこうの言ったってね、 100% ね、私メルトアウトしてると思う。もう外まで出てますよ、これはね。止まるはずがないんです。で次1号機とね3号機のね、これ非常に比較は大事だと思いますので、やりますけど、1号機はねここなんですね。で1号機ここにね赤いねちょっとね光が出ますから、ね、ちょっと見ていただければ。座られてここね赤いのが出たでしょ。で1号機はこうやってこう横にね逃げていくんですよ、煙が。で3号機はこう縦になってますよ。3号機ね今度ここにオレンジ色の光が光りますのでね、ここね、ここに赤いのが出ましたでしょ。だから1号機と3号機は同じ水素爆発って言ってますけど、全然違うんですけどね、形から、ね、横と上でね。The forces from unit 3 are almost entirely straight upward.ね、ここにこう赤いのがあって、こう横に逃げるのが1号機ね、上に行くのが3号機なんです、ね、オレンジ色の光が光る。でピカッと光ってドーンと、まあキノコ雲って言ったら言えますよね。だからピカッと光ってキノコ雲がね立ち上がるっていうと、これはねピカゾンっていうと普通何のこと言うかというと原爆のことなんですね。でこれ煙そんな高くないように見えますけど、これが100メートルなんですよ。ということはね、これ600メートル以上噴煙が上がってますよ。でこれがねミニフィッションニュークって書いてあるんですけど、これは核兵器の実験の画像なんです。でこれがThe classic thermally driven downward rotation of mushroom cloud caps, rotation apparent in both cases. While all nuclear explosions have these thermally driven characteristics, これね。Not all explosions with these characteristics are nuclear. ほとんど一緒でしょ、形がね。While the visual evidence may be consistent with Busby's speculation.だからこれは核爆発だと私は思っている。でどういうふうに核爆発、どこ何が起きたのかね、これ核爆発。でさっき言いましたけど、噴煙が出てきて、ここに100メートル、120メートルかな。で東京タワーここでね、最近スカイツリーがテレビで出てると思うんですけど、これがね634メートル、大体同じぐらいの高さの。スカイツリーをね見たらね、あ3号機あそこまで上がったんだと思わないで。でこれ。でウランのね、あら、これは、あ、消えてますね。あんまり書いてない。で、ごめんなさいね。このね、3号機のここのところには何があるかって言ったら、使用済み燃料プールというのが置いてあるんですね。で、使用済み燃料プールというのは、使用済みって書いてあるんですけど、核燃料サイクルでプルトニウムを取り出すという話があるでしょ。ということはね、プルトニウムとかに、ね、全部入ってる。あと、新燃料も入ってるんですよ。で、そこが核爆発した。だと思うんですね。で今回の放出放射能量をちょっと見てみると、福島4基でね280万キロワットで、チェルノブイリ原発はね大変だった大変だったと言いますけど、あれはねたったの100万キロワットの原発なんですね。で福島4基で 3倍でしょ、チェルノブイリのね。でほとんどは3号機なんかもうぐちゃぐちゃになってるのに、この放出放射能量を計算すると1000万キュウリしかないんですよ。3機でね合わせて1000万キュウリ、77万テラベクレルとかね NHK は説明してましたけど、こんなテラベクレルでテラがどうのこうのとかね、なんか言ったってもう全然誰も何も分からなくて分かったふりをするだけなんです。だけど1000万キュウリになるとね、1000万キュウリで3機合わせてね1000万キュウリになるはずがないんですね。3つ足してね3つ4つぐちゃぐちゃになってるのに、普通だったら例えばまあ1000円の予算でご飯食べに行ってもね1250円とか、 なんか中途半端なお金になるでしょ、いくらなんでね。で1000万キュウリっていうのはこれ作られた数字なんで、どう考えるで、チェルノブイリはどうかって言ったら100万キロワット3分の1なんですよ。で1億8000万キュウリなんで、全然ね
核燃料の数は福島の方がはるかに大きいのに、チェルノブイリの方がはるかに大きい大きいって言ってるのは嘘なんですこれね。でチェルノブイリっていうのは1983年にできたね最新鋭のプラントだったんです。で1986年に事故を起こしてるからたった3年ですよ運転して。福島はねもう40年近く以上運転してたわけだからね、もうとんでもない、全然違うんですよ。じゃあなんで1000万キュウリーが、ね、嘘かっていうとね、ヨウ素セシウムの放出量をねこうちょっと表にしてみましたけど、まあ、キセノン133とかヨウ素130、セシウム130、まあ、このぐらいしか出てないんでね。でヨウ素が130って甲状腺がんになって大変だって、15万テラベクレル出ました。セシウムは137で1万5000テラベクレルですと。テラベクレルというと10がね 12個か15個か知りませんけど、それに万がついてねどうのこうので K がどうのこうのとかっていうよくわからない説明するんですよね。だけどこの数字じゃなくてね、じゃあ重量っていうのは誰でも知ってるでしょ。重さって言ったら大体 人間なら分かる。じゃあヨウ素131が15万テラベクレルって大体重さどのくらいかって言ったら 40g しかない。でセシウムの137に至ってはね 5kg しかない。あんなにね大きいね 600m も噴煙が上がって3号機めちゃめちゃになってね、1号機もめちゃめちゃで2号機もなってね、たったねこんな 5kg って言ったらねペットボトル1個分ですよね、燃料なんかトンのオーダーであるんだからね。だからねこのテラベクレル、ベクレルで、ね、説明するからおかしいんで、じゃあ何グラム出たんですかって、40グラムって言ったらもう、ね、卵何個分かでしょ。そんなにねバカなはずがないんですよ。そんなに残ってるはずない。だからもうねこの放出放射能量っていうのを計算してますけど、これ一桁ね、一桁多くても50キロぐらいでしょ。ちょっとまだ少ないかな、下手したら二桁少ないぐらい、そのぐらい出てるんですよもう環境中にね。でその証拠にね、これ小森常務当時ね2011年3月18日に何て言ったかって言ったら、これ日本で行われたね会見なんですよ、これ共同通信のやつなんですけど、で泣いてる、なんで泣いてるかって、福島の今後はどうなりますかっていうふうに聞かれたら泣いちゃったと。で当然何て言ったら、ラディエーションリークイズシアレスイナフトゥキルピープル、だから致死量のね放射能量ができてる、お出ましたよってことを3月の時点でね当然認めてるんで泣いちゃったのこの人ね。でこの人ちなみに私が福島第二から本店に行くときにね辞令をくれた人なんですよね、課長、発電課長だ、ね、でも日本ではね一切報道されてない。これねもう顔が物語ってますよね、とんでもないことしてるから。東電でね今松本とかいうのがやってますけど、こんな顔した人いないです。みんなしれっとしてね踏んづけてやろうかっていうようなもう傍若無人な顔してる。これはね正直な人で、この人今どこにいるかって GF 統合センターの所長かなんかでねおられるみたいですよね。で放出放射能量ね、広島原爆と比較してあの公式発表でさえね168倍のセシウムが飛散したと。で原爆1個でねこの焼け野原になったんですよ。でそれの168倍、でもさっき話したように1桁2桁少ないんだから、下手したら2000倍3000倍1万倍の原爆が落ちたのと一緒なんですよ。それでね広島が復興したからってね復興できるはずがないんです。福島はね無理なんですこれね。ああいう風に泣いちゃったの分かったら、で収束宣言したよって、もう終わりだよって、福島終わったな、大変だな福島の人は、また避難所で帰れない人もいる。違うんですこれね、こんなこと言ってるけどね全然収束も何も終わってないんですよこれね。爆発しなかっただけでね、オーストラリア。で現在でもねいっぱい漏れてるんです、公式発表でもね。だから今でもね絶賛解放中なんです放射能はね、世界中にまき散らかされてるんですよ。終わったって言ってるのはね政府とね、あとマスコミを信じてる日本国民だけでね、あとは誰も信じてない。じゃあどういう風になるか、福島はね大変大変って言ってる。じゃあここがね福島です。これアメリカね、アラスカ、シベリア、九州ここですからね、離れてるって言ってもで、こう言ってここから出てねこの辺でこう東京やられたと思うんですけど、でこういう風に渦を巻いてねどんどんこっちに行く。で放射能というのは煮ても焼いても減らないんですよ、拡散するしかない。でこうしてこう来るとね、ここ西海岸ですよ。で幸いなことにね偏西風があって、ここ辺はほとんど島も何にもないからね、この辺にハワイがありますけど、そんなに陸地は汚染されないんですけど、でも丸いからね、これ西海岸見てくるんですここね。で西海岸のところはここね、この時に雨が降ってたと言いますから、だからね沈着するの、まあ、アラスカね、これ九州、これ北朝鮮ね、朝鮮です。そしてこう結局回ってねぐるぐる回ってね来るんですよこっちにね。でどうなったかって言ったら見てください、西
海岸ね、アメリカのアラスカ、シベリア、福島ね、東京の、もうね、九州って言ったらここでしょ。そんなにもちろんこんな福島ほどは汚染されてませんけど、もう世界中がね汚染されてるんですこれね。でヨーロッパどうか、まあ、ね、こう出ていってね、さっき言ったように、まあ、西海岸やられますね。でももう地球丸いんだからね、こうしてヨーロッパも来てね、もう全世界がねもう放射能に巻き込まれてるんですこれね。我々も被爆してるんですよもちろんね。でじゃあ海はどうか、ね、福島の魚を食べましょうとか言ってもう検出されなかったとか言ってますけど、まあね、4月6日はこんな感じ、5月15日がこう、で8月がこうね、もう三陸沖とか結構ひどいですよね、北海道の沖までね。で10月がこうで、これ11月ね、ここハワイですよ。で3月どうなったかって言ったらもうシャレにならないんですこれね、本当に。ハワイでサーフィンしていいのかっていう状況なんで、大体今ニュースになってますけど、アメリカの西海岸でバスケットボールとかいろいろ戻ってきてるでしょこっちに。だからもう行ってると思うんですよ私はね。これシミュレーションですからね。で放射能がどれだけ落ちたかというと、こうね、御用学者は何て言ったかというと、原発のね、原爆の最盛期の1万分の1しか降ってないんですよって言うんですけど、大嘘なんですこれ。1万分の1っていうのは事故前が1万分の1でね、で文部省がねどれだけ落ちたかっていうのは表にしてね発表してるんですよ。自分でねこのグラフに点を打てば分かるんですけど、そんな面倒くさいことは誰もしなくてね、1万分の1っていうのをただ信じて、今降ってるのは東北に降ってるのは1万分の1だから安全だ安全だって言ってるんですよ。がれきも安全だ、自分でねプロットしてみる。九州はどこかって言ったら九州ここね、熊本が一番低いくて、あと鹿児島とか多いんですけど、それでもね1970年代のね3、4月ですよ、1970年代の頃と同じだけ降ってるんですよ。で茨城ね、ここはね、茨城はねもう今まで降ったことがないんですよ、ものすごい量の放射能落ちてる。で福島はどうかって、ようやく発表したら福島はここなんで、これはどういうグラフかって言ったら、理系の方なら分かるんでしょうけど、どんどん10倍になるんですよ、ね、10倍100倍だから、ここ福島ここっていうことで10倍100倍1000倍1万倍のね、今までにね降ったことのない放射能が落ちたんです。で福島はまだ発表したんですけど、宮城はね発表しなくて結局1年間壊したまんまなんです。今でもねまたもな発表してないんですよ。だからものすごい量が降ってるんです。で日本の汚染状況はどうかって言ったら、今日お配りした資料にですね、裏の方に、資料日本地図をつけてますけど、もうね東日本はねひどい状況なんですよ。で空間線量だけでね、外部被曝だけで考えてるんですけど、ここは測って OK って言ってもね、この地面はねものすごく汚染されてるんですよ。で空間線量率と汚染濃度の比例関係を取ることができてね、大体実験すると。でいろいろやるとですね、私原発の中にいたんですけど、こういう全面マスクはどういう時につけるかって言ったら、汚染が床の汚染がね40キロベクレルパー平米ぐらいの汚染があったら、こういう格好しなくちゃいけないね、肺に入るから。じゃあこれどのくらいかって言ったらね、 1.3 マイクロシーベルト大体ですよ。でその地図を見ていただければ分かるんですけど、 1.3 マイクロシーベルトっていうと郡山とか入ってきてるんですよ、中通りのね、福島市とかね。だから中通りの東北新幹線はこういう格好をしてね走らなくちゃいけない。食事とかね、もう農業するなんかもってのほかなんです本当。そしてちょっとあれですけど、これよりね一桁少ない 0.13 マイクロシーベルトというと、大体その地図でいうと 全体がね色がかかってるとかそれなんですけど、そうするとこれはもうそこに入るには特別な服でしてね、出る時には服を着替えなくちゃいけない。どこが入りますかというと、これディズニーランド入ってきてるんですよ。だからディズニーランドに行く時は、まあ小さいお子さんももちろん連れて行かない方がいいと思いますけど、もし行きたい場合はね服を変えないといけないんですよ。食事なんかは持ってのほかない、そういうところに住んでるっていうのがね。でどういうことになったかっていうのは、奇形のね耳なしウサギっていうのが2011年の5月に福島県の浪江町で出てる。これどういうことかって言ったら、耳がないんですね。で、ウサギはですね、大体35日ぐらいで妊娠して出産すると言われてるんですけど、で怖いのはね、これ5匹のうち1匹だけなんです、耳がないのはね。全部が耳がなかったらね、それはとんでもないっていうことになる。5匹に1匹しか出てないから放射能の成果がうやむやにされる。
で海産物に黄色のアンコウがね2012年の1月に山口でできた。これはね白いナマコなんですけど、2012年1月の天草に熊に近かったと。でスリーマイル島っていうですね、原子炉事故が1970何年かに起きたんですけど、この時にねこういうのがこう2色のねお花ね、あとバラの中からバラが出てる、ちょっとこれを覚えてほしい。そうするとほら東京ね、バラの中からバラが出て、これは鬼なんかよくわからないユリの化け物みたいなのができてね、2011年の10月に、ね、高知県こういう2つの山、2つの梨ができて2色のね。でこれはね天草県天草市の深見町のみかんなんですけど、見てくれ、これもねツートンカラーでしょ、これもね菊なんで、さっきチェルノブイリで出たので、おそらく私は放射能の影響と思うんですけど、まだ全然危機感がないからね、このいつですかね12月の熊日ではこう甘さ半分いや全部みたいなどうでもいいこと書いてある、ね、で熊本市の危機、これ私歩いてる時にこれ花水木の危機でね、これ春日小学校の近くなんですけど、見てください、こう一つ壁が多いでしょ、めしべおしべがね一枚こう一つが壁に変わってるんですからね。でこれ私の自宅なんですけど、これ赤いねサザンカだったのが色がね褪せてしまってピンク色になってる。だから皆さんもね園芸が趣味な方おられると思うんですけど、自分の育てたね草花がねなんかちょっと花の色がおかしいと思ったら、ちらっとやっぱ放射能のこと考えないといけないと。で それがねやっぱり今までこう自分のやってきたね専門分野だと思うんですよね。それはね自分じゃないとわからない。例えばハーブの形がおかしいとかいうのはね、私いくら言われてもわからないんですけど、毎年見てる人ならね絶対わからない。で虫や鳥や木が消え始めたら次は人間が消えていく番だ。で今年の冬はねもう世界中日本中そうなんですけど、ヒヨドリやメジロがねほとんどいなかったですね。餅の実がね全然減らないとかね、いろんなことがある、ね、スズメも少ないとかね。で屋久島に行ってもね確かにねメジロはいなかったという話で、このねメジロとかなんとかって言ったら本当は日本野鳥の会がね一番詳しいはずなんで、日本の野鳥の会は何て言ったら原因不明って言ってるんでね。なんでか日本野鳥の会のホームページ見ていただければ分かるんですけど、ものすごく綺麗なホームページで法人会員見てください、全部電力入ってますから、電力会社ね、スポンサーがね電力会社ね、何も言わないんだからね、放射能と絶対言いませんよこの日本野鳥の会はね、死んでも言いません。で大事なところなんですよね、内部被曝と外部被曝っていうのがあって、内部被曝はね、まあ、これがね非常にごっちゃにされてるんです。で全部外部被曝にしてるんですけど、外部被曝っていうのは放射性物質が外にあってね、内部被曝は中にあるやつなんです。で外部被曝の場合は人工だろうがね天然だろうが区別する必要はないんですよ、放射性もね。だけど内部被曝って体に取り込んでしまうと全然異なってくるんですね。でこれ御用学者って言っていいと思うんですけど、山下俊一っていう私と下の名前が同じ先生がいてね、なんて言ってるかというと、シーベルトの数値が同じであれば外部であっても内部であっても人の人体の影響は同じものです。これがね一番の嘘なんです。こんなね内部被曝のこと誰も知らないのにね、こう言ってしまうとねもう全部ね放射能怖くなくなるんですね。で放射性物質何が怖いかって言ったらね、あちこちにねいろんな元素がね蓄積するんです。そこが違うんです、人工とね天然の放射能がね。で核分裂生成物っていうのはセシウムであり、ヨウ素でありね、ストロンチウムっていうのはみんな聞いたことあると思うんですけど、実はもうありとあらゆる元素が出てて、まあ、カドミウムも当然あるし、銀もあるし、銅もあるしね、もう何もかもある、全部放射能起きてる。でそんなのなんかね、誰も何もわからないんです。そういうものがね、環境に出てる。例えば放射性ヨウ素はどういうふうになるかっていったら、甲状腺に集中する。なんで甲状腺かっていうと、甲状腺ホルモンっていうのはヨウ素を使うんですね。で要素っていうのは日本人はそうでもないんですけど、人間全体から見ると非常に摂取しにくい元素なんです。だから一生懸命ねここに取り込もうとする、甲状腺に。で放射性の要素なんていうのは天然にはないので、だここに取り込むとね、ここはね甲状腺がんの元になる。でここにねグラフがあるんですけど、実は怖いことに1986年がここで、87年がここでね、 4,5 年はねほとんど増えないんです。甲状腺が10年ぐらい経ってからね増えてくるんです。ここも20年ぐらい経ってから増えてくるんですね。だからなんでね政府がね高をくくってるかって、 4,5 年増えないのが分かってるからなんですよ。その間にね全部にねがれき燃やそうって話、まあちょっとこういうところ
で放射性ストロンチウムはどういうものかといったら、ストロンチウムはカルシウムの下にあるんですね。これね、2価の陽イオンになるんですけど、そうするとカルシウムと似てるんです、この縦の列はね。だからカルシウムと同じとこに、カルシウムはどこに行くかといったら骨に行くわけですね。骨に行くっていうことはどうなるかというと、骨というのは骨髄っていう言葉があるように、白血球とかね、血液の工場なんですよ。だからそこにストロンチウムがたまると、それは白血病の原因になるんですね。でセシウムはどこにたまる、セシウムはここね、でカリウムはここね。でここの列はまあ同じ性質を持つので、カリウムというのは筋肉とかにね、あちこちに分布するんで、セシウムがたまると筋肉の動きがおかしくなる。でセシウムがたまって筋肉の動きがおかしくなって、手足ならね、足が痛いだろう、釣りやすくなっただろうね、いう話で済むんですけど、心臓に入ると心臓が止まってね、心不全が起こるんですよ。パタッと死んじゃうんですよ、これね。でセシウム、でセシウム、セシウムって言ってなかなかねイメージが湧かないので、セシウムのね動画をちょっと持ってきます。これ YouTube にも。でこれはリチウムね。でリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムってあるんですけど、全部ね柔らかくて、あのこれリチウムね。リチウムは何に使われているかというと、携帯電話のリチウムイオン電池のリチウムですね。だからみんな持ってると思います。携帯持ってなければ、持ってる人はね。こういうふうにこう、こんな感じで、これはねナトリウム。でナトリウムもこういうふうに簡単に切れるんですね。これナトリウムね、ここね。でその次はカリウムになります。カリウム、これね。でルビジウムとセシウムはこれは常温で液体なので、こういう実験ができないので、この次はあの水の反応になります。でリチウムをね水に入れるとね、こうやってこう溶け出すわけですね。でこれナトリウムね、ナトリウムを、金属ナトリウムを水に入れた実験は、化学が好きな人は学校でやったかもしれません。大きいのをやるとね爆発しますので、このぐらいちっちゃければこのぐらいです。だからナトリウムと水を足すと水素が発生して水酸化ナトリウムができるっていうね、これは化学式ですね。で次カリウムね。ちょっとポッとこう赤く、次ルビジウムね。ルビジウムも液体なんでね、まあ、結構ひどいですね。次ねセシウムですけど、セシウムは、ね、一瞬で終わるんでよく見ておいてください。セシウムっていうのはもうナトリウムとかなんとか反応が性がねものすごく強いんですよ、見てわかるよね。でどういうことが起きてるかっていうと、若年の突然死っていうのがねいっぱい出てる。これね2011年の9月5日にね高校生がね死んじゃってる。これ2日ね、22歳の女性保育士が熱中症でね流山で死んでるんですけど、気温30度前後です。で最近ね25、6度で、ね、熱中症でバンバン運ばれてますもんね。で駅伝で死亡ね、9月30日、これ11歳の女の子が 1000m 倒れてね、ともう死んじゃってるんですよ。次はくも膜下出血ね、中学生、これも福島です。で横浜で心肺停止で16歳の男の子が死んでる。千葉県の富津市ではね卓球部員なんですけど、これはね肛門で全然何もなかったのに死因は肺出血と見られると、事件性はなかった。こうやってね若年がどんどん死んでいってるんですよ、これね。で除染中に作業員死亡で2人目放射線影響する。で福島でね人が死んでもね、これ放射線と関係ないというような話、これ外部被爆しか考えてない。で被爆赤ちゃん研究利用1200人っていうのがあって、これはね今年の4月22日に熊日に乗ったやつなんですけど、1948年から1954年7万7000人対象してね、調査終了後 ABCC っていうのはこれね原爆のねあの影響を調べた日米の合同委員会のことなんですけど、 ABCC は現代間で放射能による遺伝的な影響は見られないと結論付ける。これがね福島の楽観のね話なんです。で理化学研究所もね
こう私嘘だとばっかり思ってたこれネットから持ってきたんですけど、遺伝的影響はハエ等の動物実験では発生か確認されていますが人では発生事例は確認されています。普通ね動物実験で起きたら人で起きるんですよ。それをね起きてないから起きてないって言っててね、でこれがね 0.7 これちょっと数字覚えてほしいんです。被爆なしがね 0.92% ね、厚生に被爆者が 0.7%、 統計的な差は認められないから起きてないって言ってるんですよね。本当はどうか、広島のね胎児奇形っていうのが世界は恐怖する死の肺の正体っていうのが、これは今ネットの時代なので検索していただければ分かるんですけど、そこから持ってきたんですけどね、昭和27年の6月に広島爆心地から2キロのところのね母親、原爆投下は昭和20年ですからね、7年後ですよ、7年後にねシャムソーセージみたいなのが生まれてね、無能児も生まれてるんです。でこういう長崎では人の形してないんですこれね、あと一つ目の小僧とか生まれてる。で ABCC にいたね医師の証言っていうのがあって、長崎大のこれも死の肺の正体から出てるんですけどね、長崎大の林教授っていうのは昭和24年から昭和25年で 22.3% の奇形がありましたよという映画の中で話してる。さっきね 1% 以下だったでしょ、嘘なんですよ完璧にね。だから放射能はね子供に一番被害を与えるんですよ。で奈良医大の神戸教授はね、小児解剖で船体のうち無能児が15体ね、大血管規定が20体、胆管症11、無眼症1例、で小凍症の子供もいた。で原爆小凍症のことをご存知の方おられますか。おられないでしょ。原爆はね原爆後に生まれた子供で小凍児、頭のちっちゃい子がねいっぱい生まれてるんですよ。で中国放送ではね、中国向けだから中国広島ねでは、この細い絆原爆小凍児と家族は今っていうドキュメンタリーが放送されててね、今も22人が知的障害、骨の変形などの症状に苦しんでいる。これ今年の話なんですよ、去年の23年の8月26日中国地方のみだけなんです、再放送ね。原爆小凍児というのが、ね、いっぱい生まれて向こうじゃねみんな知ってるんですよ。でもね誰も知らないんで、私も知らなかったの、ここで教えてもらうまでね。で胎児奇形いっぱい生まれてるんですよ、でもね隠してる政府なんで。でチェルノブイリもねこういう子供が生まれたりとかね、こういう子もうこれねかわいそうでしょ、でこういう子がいっぱい生まれてる。だけど産業医科大ってね、今回北九州の瓦礫を受け入れろ安全だって言った人はね、全然ね影響ないんだよと、それなのにね中絶が増えたと、日本でこんなことが起こらないように祈りますなんてねシャーシャーと言ってる。チェルノブイリでこんな子が生まれていながらね、これはね統計的に差がないって言ってるんです。それがね今のね医学界の総意であるね政府の考えなんです。でなんでそんな話になるかってね、米国が原爆投下後23年後に提出した国連原爆白書っていうのがあって、残留放射能、これ1970年ぐらいですよ、残留放射能による被害はなしと、生存被爆者は全て健康と、ね、発表してる。なぜか結局こういう、もしずっと長年にわたって人類を苦しめるということが分かってしまうと、核兵器が、ね、使えなくなるんですよ、非人道的兵器だからね。だから核兵器をなくすとね、アメリカの力がなくなるんですよ、ね、核兵器で脅して世界を征服してるんだから、だから核兵器取られたらねアメリカの覇権がなくなりますよ。だから核兵器につながるから全部ないないっていうことになってるんです、ね、ICRP っていうのがあって、さも味方のようにしてますけど、どういうこと言ってるかって言ったらね、被害が出たらね自分たちで過小評価しておいた放射線のリスク評価を用いて、科学的にはね因果関係が証明されていないから、その被害は原発の放射能が原因ではない、ストレスのせいですよっていう話にする。だから例えばさっきも出てきました山下俊一先生ね、放射線健康リスクアドバイザー福島のことに、で2011年4月1日の飯舘村の講演ではどう言ったかって、現在20歳以上の人のがんのリスクはゼロです、ですからこの会場にいる人たちが将来がんになった場合は、今回の原発事故に原因があるのではなくて日頃の不摂生だ、ね、でがんのリスクが上がるのは年間100ミリシーベルト以上である、それ未満であればリスクはゼロと考えている。一緒でしょ、科学的に証明されてないからね、安全で原発のせいではないという、それは核兵器で、チェルノブイリ事故後はどういうことを言ったかってね、事故の被害を大きくしたのは、事故後に現地調査を依頼された各国調査団の中でね、この程度の放射能を案ずるに及ばないという日本人研究者たち、だから日本人研究者はアメリカのしもべなんですよ、ね、で福島はどういうことになっているといったらね、もうね
幼稚園児からこういうフィルムバッジをね持たされてるんですよ本当に24時間ね。で安全安全って言ってるんですよ。でもねこんなの持たされてね安全だと思うのはねちょっと頭のおかしい大人だけでね、子供はそのまま素直に受け取るんだから。例えば熊本でつけてますか誰かね、つけてないでしょ、まあ、こんなことになる。福島の子供たちキッズボイスっていうところで、ね、作ってるんです。私は何歳まで生きられますか、こういうことをね子供が書いてる小学生がね、これが実態ですよ。でも誰も知らないと思うんです、こんなこと書いてるね。で学校は何て言うかって言ったらね、これあの熊日に乗ったんですけど、20ミリシーベルトは不安だと、避難させてくれって言ったら学年主任が何て言ったかって言ったらね、国が決めたことを大人が信じられないのなら子供が動揺してしまう、国の言うことを信じられないのなら日本国民やめてもらうしかないと本当に言ってるんですこれね、去年の6月の話です。だから国の言うことを信じられないのはお前は非国民だ、どっかで聞いた話ですよね。で瓦礫の受け入れね、東京の都知事がねこれね瓦礫受け入れるって言って、でなんでかって言ったら黙れって言えば反対するからねみんなね、そんなの誰がどうするの、力のあるところはしょうがないじゃないですか。この人がね東京以外のこと考えるはずないんですよ絶対にね、田舎をバカにする 知事なんですよ。じゃあどうなってるのか、セシウムの飛散状況ね、これねスピーディーを用いてシミュレーションで出してるんですけど、見てくださいこれね、東日本全域がね汚染されてるんです。特に北九州で持ってこようというのは石巻だとこの辺なのね、もうものすごい汚染なんですよこれはね。安全な瓦礫なんか絶対にないんですよ。でも安全な瓦礫瓦礫って言ってね、これなんで振りばらまくんだって言えば、結局外部被曝で言えば大した戦場にならないのでね、内部被曝させると、もしここだけで内部被曝の症状が出たらどうしますね、放射能の影響ってことになるでしょ。でも九州の北九州で燃やせばね、中国から九州から全部ね内部被曝させられるんですよ。そうするとどんな症状が出てもね、いやそりゃ農薬のせいでしょっていうふうにねごまかせるわけ。そうするとアメリカからよしよしって言われるわけです、野田さんとかはね。でに被害に遭うのは我々国民なんです。で安全な瓦礫はないんです。ね、セシウムは非常に水に溶けやすい、さっき見ましたね、バーンってやったのね。だね、ものすごく溶けやすいのに、ね、溶けない溶けないって言ってるんですよ環境省はね、嘘ばっかりなの。で除染除染って言ってますけど、昔竹やり今高圧洗浄、これね日本人らしいと思う。すすめ1億火の玉のね鬼畜米、これ竹やり持ってる、竹やりで B29 落とそうって言ってたんですよ我々の祖先はね。で笑いますけど、でもこれみんなおかしいと思ってる、みんなねおかしいと思ってるけど、自分だけ反対したらね、お前非国民かって言われてね、ものすごい言われるんですよ。そう隣近所からね、ならもういいや竹やりでやっちゃえって、これがね日本人の精神、周りからねなんて思われるか。で竹槍ね、日本の洗浄除染のことなんですけどね、高圧、まあ、全部そうなんです、高圧洗浄機でね除染除染って言って、高圧洗浄機でね除染できるはずがない。なんでか、反応性がさっき見せたように非常に強いでしょ。でチェルノブイリの強制移住区域でね、約 5.2 マイクロシーベルってどのくらいの汚染かって言ったらね、食卓塩がありますね、この食卓塩塩一粒をね、大体まあこれ60錠あるかなんか、このぐらいに一粒を撒いてね、でそれで除染しろ、塩一粒取れっていうのがね除染なんですよ。無理でしょこれね、塩一粒撒いてこうじょうろでバーッとここ撒いてね、じゃあ拭いてくださいって言って雑巾で一生懸命したってね、取れるか取れないか分からないんですよ。そのぐらいねものすごいんですよ放射能っていうのはね。そういうのをね除染できるって、こう例えばそういう状態でこうね、高圧洗浄機でここやったってね、変な突っ張りにもならないんです。そんなのみんな知ってるけどね、もうごまかすために除染って言ってる。でどうしたらいいのかね、瓦礫をね。でこれ福島第一原発の敷地なんですけど、これ 1,2,3,4,5,6 とここに事務本館があって、ここなんですね。でこっからねここまで歩くのにね40分ぐらいかかった、片道がね。で校内にはね、信号機が2個か3個ぐらいあるんです、ものすごく広いんです。で人もものすごくいたから、当時で私がいた20年25年ぐらい前ですかね、は東北一のね自販機の売り上げがあったと言われてここね。で福島大地それだけ大きいんですけどね、このぐらいなんですね。だからものすごく広くてね、こんなに土地はもう使えないんです、ここは。一生どころか300年1000年1万年の単位で住めないんです、ここはね。だここにね集めていくしかないんですよ、もう我々が生き残るためね。瓦礫でねみんなで燃やして応援とか言うとね、みんな死んじゃうんですよ。
で死なせたいんですよ日本政府はね。だって死なない向こうだけ死んでもらうと困るでしょ、核兵器使えなくなる。そういうことなんです。じゃあ福島どのくらい広いかって言ったらね、ここは日本海でね、福島のこれ大きさなんですけど、藤崎郡から熊本駅ぐらいの距離がある。そこはね歩いてくださいって言ったら歩けないでしょ、もうみんなタクシーに乗ると思います、よっぽど水郷な人以外。そのぐらい広いんです。それがねたったのこれだけなんです。だからものすごい土地があるんですよ、東北なんだからね。で再稼働の問題も言われてますけど、美浜ね、美浜ここ、ここは発電所、ここは企業と、ここはね一本の橋しかないんです。津波とか地震でこの橋が落ちたら、ね、もうどうしようもないんです。どうするんですかと、船でやります。ふざけてるんですね。だから玄海ね、玄海こう半島のところに突き出してで1234なの。もしここがね爆発したらどうします、もう誰も行けませんよ、ここね。ここも連鎖的に爆発しますよ。だこんな危ないところでねやってるんですよ、安全安全ってね。ここだけ調べてもダメ、全体見たらとんでもなくいけないでしょ。大井だってそうなんですよ。でもしね玄海原発で事故が起きたらって言ったらね、ここが玄海ね、ここはもう熊本住めませんよこれね、 100% ね、まあ、仙台だってそう、仙台だってもう住めない、熊本はね、それ100キロ30キロじゃないんだからね。じゃあどうすればいいのか我々はね。で雨もう先ほど見せましたけど、全世界中にもう北半球どころか南半球も広がってますから、雨が降るとね線量が上がります、確実にね。だから雨には濡れないようにしてください。雨で遊ぶなんかとんでもない話で、雨にも含まれているので屋外プールも危ないと私は思いますね。で食料品からの内部被曝をできるだけ避けてください。特にね濃縮するのはキノコ類とかねベリー類、果物ねが上がると言われています。だからまあ熊本のキノコでも出てるはちょっと出てるみたいですけど、もう向こうのねキノコとかねそんなのをね食べたらね、食べて応援どころか自分が死ぬんですよね。で黙っていてはいけないんです。さっき言ったように内部被曝をごまかしてね、全員をこう一連卓上で一億総被曝進む、一億総被曝なんです今の状況ね。でどうしたら止められるかって言ったらね、議員がやったってね、議員なんかダメなんだから、一人一人がね電話とかファックスとかで北九州に電話するね、宮殿に電話する、政府に電話するとかしないとね、もう止まらないですよこれ。このまま行くとね、みんな死んじゃいますよ、ちっちゃい国産もね。あとねなんか症状が出てきたりしたら、ぜひね医師会の方にもね、相手にされないと思いますけど電話してほしいですね。で瓦礫ね、瓦礫はねさっき、ね、もう安全な瓦礫なんかねないんです 100% ね。だ絶対反対なの。それ絆って言ったらね、それはあれと一緒ですよ、あの戦時中にね自分の子供を軍隊に出そうとするとね、もうお前の子供だけいいのかって、みんな出してるんだぞと、なんで国のこと思わないの。それと一緒なんです。自分の子供をね守らないといけない。自分の子供が守れない国がね、なんで国ですかね。絆だなんとかにねごまかされてはいけない。で再稼働の問題で大井決まったって言ってますけど、これ昨日ですね、あの首相官邸の前で4万5千人って言ってますけど、デモがあったのをご存知の方どれだけおられます。あ、結構おられますですね。そうなんです。でもね私見てましたけど NHK は一切言ってないし、熊日だってね全然書いてないんですよね。これね再稼働反対って決まったって言ってる日本人の悪いところなんですけど、上のお偉いさんがね決まったって言うとね、ああ決まっちゃったで終わりなんです。そうじゃないんです。決まってもね、たとえもし制限を抜き出したとしてもね、声上げるしかない。これは最初はね、先週最初の6月の頭300人だったらしいね、来たの。それが1000人に増えて1万人に増えて今度5万人です。来週の金曜もするって言ってますからね。で情報発信で私のブログなんですけど、ちょっと古いですね、450万アクセスぐらいあって、今日のですねあのお配りした資料のブログのアドレスが書いてますので、ぜひ見ていただけたらと思う。あとツイッターですね。で情報収集はねやっぱツイッター早いんですよね。使い方わからないと思いますけど、なんかやってみていただけたらと思って、私のツイッターのアドレスもあるの で信頼できるブログをいくつか見る、まあ手前味噌ですけど私のやつも見ていた。で政府 NHK のマスコミはね報道一番当てにならないんですけど、原子力の情報というのは第一報にとんでもないのが出るんです。そんなバカなっていうのが出て、だんだんだんさあれは間違いでしたって言うんですけど、どんな報道でもねだんだん悪くすることはありますけど、いきなり一番悪いことが出ることはないんですよ。だからね第一歩がね本当なんですよこれ。
マルクールとかね、フランスとかでありましたけど、だからどんな情報もね、とんでもないのが出たと思ったらそれが本当と思って動かないといけない。であんまり情報ひどすぎるもんだからね、嘘だ嘘だって打ち消すんですけど、嘘だって言ったのが嘘ですからね、最初のやつが本当と思って。で本物の情報はね、矛盾がありません、いろんなやつね。で私のやつとか、まあいろんまあ、ここに来られた方はでもご存知の方なんで意識の高い方だと思うんですけど、だんだんね嘘をついてるとね、まあ、どんなことでもそうですけど、もう嘘をつけなくなるね、人間ね、嘘がものすごく大きくなってね。だからね、本当私本当のこと言ってるから目も何もなくて喋れるんですけど、嘘のこと言うとすると今まで何喋ったか全部記憶してね、喋らないとね嘘がバレますからね。そういうことで、まとめですね、福島の原発は止められずに、止められないんだよ人間ね、放射能汚染は今後も継続する、だから要素とかバンバン出てくるでしょ、未だにね。で汚染された瓦礫、放射能を含んだ商品に、ね、何ら規制がかけられない、内部爆の被害は全国に飛散ですよ。で熊本がどうのこうの、福島がどうのこうのじゃない、もう世界中ですこれはね。で前世の問題なので、内部被爆の勉強をねぜひしていただきたい。でこれね、フォトコンテストで最優秀になったやつなんですけど、こうおばあちゃんとね、おじいちゃんがまた来いよってこうね、田舎の素朴なところで言ってるんですよ。これがね、私日本人の原点だと思うんですね。あんなきらびやかなね、ネオンしてねするのはおかしいと思うんですよ。なのでぜひね、皆さんもね、ちょっと今回時間が短かったのでずいぶん端折ってしまったんですけど、勉強していただけたらと。あとですね、ちょっと受付の方で DVD をこう2枚一応販売してますので、もし興味持たれたらですね、ご購入500円です。で43分の方が短いんですけど、今日来てない方とかね、なんか機器をこう換気するに43分で、もう少し深く勉強したいという方に130分のやつを用意してます。まあ、それももし興味があったらここに。あとブログでですね、この DVD の内容は全部無料で見れるように、 YouTube で見れるようになってますので、お金払いたくないという人はそちらで見ていただいてももちろん構いません。どうもありがとうございました。